アンチェロッテ監督、久保に苦しめられたのは事実。ソシエダ派首位のレアルマドリーと敵地ベルナベウで対戦。1対2で黒星を喫している。久保派非常に良いプレイをしており、とても危険だった。真実派、彼、ガルシアが少し苦しんだということだ。希代の名将派、昨夏にこの逸材を手放したのを後悔しただろうか。もう来季のレアル復帰派間違いないだろう。幻のゴラッソ派点にならなかったとはいえ、レアルの選手やアンチェロッテ派見たわけだからな。この試合のクオリティ見ただけでも、来季取りたいとなっても不思議じゃない。マドリーが戻すだろ。戻る戻せという前に日本国籍である以上、マドリーには行かない方がいい。結局枠のきついリーグのビッグクラブでは、日本国籍派マイナス要因すぎる。それよりもプレミアに行くべき。今世界派プレミアとその他になってるしな。口だけ野郎のリバプールにも絶対行くな。アンチェロッテ派取らないだろう。久保を必要としてるのはレアルよりバルサ。ぶっちゃけバルサに行ってほしい。ソシエダで5年契約満了してフリー移籍しかない。久保のステップアップ先って難しいな。